どうも、登坂係長です。私、登坂係長はですね、登坂チャンネルというものを運営しておりまして、サットボックスの公認宣伝隊長でございます。今回はこちらのサットボックス公式の YouTube と登坂チャンネルの方にですね、僕らの大運動会の動画を上げたいと思います。それではどうぞご覧ください。僕らの大運動会、さあ僕らの大運動会やってまいりました。登坂係長です。今回はですね、4人プレイを登坂目線で実況していきたいと思っております。さあ早速やっていきましょう。先生、大運動会開始。さあ早速やっていきましょう。12種目しっかりとやっていきます。玉入れ。さあ登坂はですね、この青 3P でございます。やっていきましょう。青段ですね。とりあえず Y で拾ってもう投げると。赤がマックスっぽいんで、多分ねこれ離れて投げれば、いきましょうか。離れて投げればゲージマックスでも入る。入らない。入りそうな気がする。はい、入った。ちょ、入ったかどうか分かんないです。パッとパッとね、もう次のボール拾いに行ってるから。着実にボールをね、あ、入って入ってる。着実にね、球が入ってますね。いいですね。ちょっと下がってよっ。こっちがね、ちゃんと入れていかないと。終了。よっしゃ。さあどうだ。全体も結構球入ってましたね、今ね。さあまずはどこから脱落するかというところですね。お、みんな23ぐらいはいったんですね。25。お、25。まだあるまだある、まだあるよ。あ、黄色がいなくなった。7。被弾がいなくなりましたね。28。あ、まだまだいくよ。29。あ、赤もいきなくなりました。さあ緑と青の決戦、決戦です、決戦。32。34。さあどうだ。35。おー、同率1位。見事1位タイでした。よし、青段緑段がね、いい感じでスタートを切りました。さあ赤と黄色はどう巻き返してくるのか。うわ、早速登坂からですよ。野菜投げいきましょう。さあ最初投げるのね、ちょっと嫌なんですけど。見たいからね、人がやってるとこ。さあこれをうまいこといけるか。くっ、ませ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 。いけ、ちょっとやめちった。あまあとりあえずね、グッドで前に投げれればとりあえずはいいですね。悪くないですね。さあ次は緑弾でございます。さあどうだ。回していく。これは、あ、すごい、しっかりとパワーを溜め込んで、うわ、しかもパーフェクト、うまい。飛んだ、虹色のエフェクト。おお、26.46。いいですね、パーフェクトに持ってきたいですね、投げるときに。さあ、鼻にせ、なんか、レベルが違うぞ。ずーっとマックス、すごい。しかもパーフェクトで、虹色だ。見事に旗に当ててきて。軌道を変えましたね。おっ、ダントツ1位。あ、ダントツでもないだ。暫定1位ですね。さあ今度は赤段。さあ、あ、ちょっと慎重になってる。慎重。あ、グッド。飛んだー。おっ、転がった。めちゃくちゃ転がって距離稼いだ。1位ですね。転がってもいいわけですね。これとりあえず必死の意地をね、とりあえず見せないといけないですから、とりあえず回してどの辺でボタンを押すかってのが大事ですけど、多分ね、下ら辺にいるときに、キャーン、ダーン。29いきましたよ。結構いいんじゃないですか。さあ緑だ、ここで追い上げ見せられるか。着実にね、とりあえず投げる前に投げるってのが大事ですから。わあ、しかも2回ともパーフェクト。うわあ、転がらなかった。これでも2位ですね。28m、 30m 飛ばすのってどんな投げ方なんだろうね、気になりますな。やっぱりずっとマックス。しかもパーフェクト。あー、これ旗に当たるとね、よりいいかもしれないですね。おー、あっさり抜かれた。さあ赤段、このね、最後の最後でさっきも1番を取ってますから、もしかしたら 30m 超えあるか。あ、ぽよん。結果発表。お、とりあえずは、お、黄色が巻き返してきましたね。赤段頑張んないと。
さあ次行きましょう。やった首位だ。とりあえず首位だ。さあ綱引き、これは連打ゲーでございます。いやちょっと待ってくださいね。黄色と緑からスタートです。とりあえず登坂見学です。旗振ってる必勝。さあこれはお黄色が優勢か。いや緑が巻き返した。互角だ、これは互角の戦い。あでも黄色がおすごい。うわー追い上げすごいですな。トーナメントがこんな感じになってますね。さあ次は赤と青でございます。さあ登坂の連打に赤団勝てるか。位置について、行くぞ。よーい、いけ、よいしょよいしょよいしょ、いいぞ。くそ負けされた。最初に勝ってる、ちょっとあれ最初に勝ってる方が負ける説ないですかこれ。くー、よし負けました。ガーちょっと待って、全然ダメだ。あーダメだ。あーくー、先に3位決定戦いきましょう。ちょっと意地を見せないと。ロベにはなりたくないです。位置について、よーい、引っ張るぞ。はい、ついよ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 。ちょっと待って、やっぱり最初に勝ってると。あ、いや、そんなことない。いけるぞ。いける。来た。来た。あ、ちょっと、なんでだ。あ、完全に燃え尽きた。完全に燃え尽きたよ。さあ、決勝でございます。黄色と赤。いいですね。これ赤、勝ってほしいですね。赤、まだ1位取ってないですからね。いくか。お、いいよ、互角。あ、お、赤が優勢か。赤が優勢だ。お、行くか。あ、いや黄色がすごい。黄色の追い上げがすごい。ハイレベルすぎますよ。終了。あー、これで1位2位3位4位がしっかりと決まるという感じですね。ドーベー。さあ次行きましょう。次は 50m 走でございます。これも連打ゲーです。もう連打しておきましょうね。タタタタタタタと押し続けてればいいよ。あ、そっか、フライング、あーフライングあるの忘れた。完全にフライング、あ、緑が独走。完全に緑、速すぎる、圧倒的。はー、結果発表。早かったですね、7秒台。圧倒的。さあ、大縄跳びでございます。これはもうタイミングでございます。さあしっかりと縄を見てやっていきましょう。回して飛ぶ、回して飛ぶ。ジャンプがね、押し続けると、あ、そう、3回で終わってる。押し続けるとロングジャンプ、ポッて離すとね短ジャンプになるんで、この辺を使い分けつつ、これね短ジャンプやっていくとね、このジャンプするタイミングがちょっと早くなったりとかね。つら、あ、しまった、やってまった。あ、39回でしたね。あ、でもダントツだ、3回。待って、黄色がなんとなく上り調子になってきましたね。被弾が強いですよ。障害物競争。さあ、障害物競争は一番やることが多い。よーい、とりあえずは長押しでございます。いけ。そしてジャンプ、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 ジャンプ。これはなるべく引っかからないようにね。で、これも連打、連打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 。いいぞ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 。青と青と黄色がほぼ互角。さあここですね、ネット、緑が一番最後だ。ここから巻き返しがあるか。これをね、大きく大きくくぐっていきましょう。あ、順位に変動はないか。あ、変動がない。青と黄色が互角です。さあここからジャンプ、はい、ジャンプ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 、ちょ、あ、抜いた、青が抜いた。あ、ちょっと赤が早い、赤早い、赤速い。めちゃめちゃ速い。タイミングよくジャンプしていきましょう。青きた、青が1位になった。パンダ、パカ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 パきた。あとは連打、あとは連打。あ、ちょっと黄色に前に入られた。あー、完全に死守している。黄色団の妨害により、黄色なんと見事1位、青が2位、緑3位、赤が4位と。赤は途中すごい良かったのに。いやー、連打ゲーがね、負けてますよ、とか。よくない。頑張ります。黄色が独走してる。さあ、
応援合戦、それぞれ個性がありますね。旗使ってたり、太鼓、チアガール、あとは組体操ね。これすごいですね。ドン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 、ありがとうございました。イエーイ、大玉転がし。さあ大玉転がしいきましょう。これはですね、もうインコースに入る、ただそれだけだ。押せ押せ押せ、とりあえず押せ、いけいけいけ、いいぞいいぞいいぞ、タイミングいいぞ。あとは入れ替わり立ち替わりね、他の味方がやってくれるんで、インコースを確保していこう。いいぞ青団、いいぞ登坂、黄色の邪魔してる、黄色の邪魔してインコース確保。いよいよ、おっと並びは黄色、青、黄色、赤、緑。あーこれインコース入られた、そうですね、ちょっと厳しいですね。抜くためには敵のね、弾を押さなきゃいけない。赤が広がっていく、緑がインコース入る、青が一旦独走体制かな。あ、押しまくれ押しまくれ押しまくれ。さあ順位変わって青、黄色、緑、赤。さあどんどん押していこう。登坂パワーなくなったらね、ちょっとどいて、そうそうそう、いい感じいい感じ。あ、黄色がもう一人見えてる、あ緑が抜きそう、青がとりあえず1位だね。さあ緑がどうす、緑と黄色どうだ、緑がいった、緑が2位、黄色が3位で赤が4位でございます。おー緑が逆転勝者で、ね、最後の最後で。おー50秒、結構早い、やったぞ。あもうこっからは見ることができません。お楽しみにしていてください。ぐるぐるバッていきましょう。これはですね、登坂だいぶ練習したんですよ、だいぶ練習した成果を見てもらいたい。いきますよ。黄色もこけた。ほらいいよ、いけ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 、まだ倒れてないまだ倒れてないよ、ほらいいよいいよ、みんな早くゴールに目指して。あちょっとちょっと邪魔してくる、将棋倒しが起きてる。黄色の上に乗れ、黄色の上に乗れ。起き上がった瞬間、あ緑がすごい、緑が怒涛の追い上げ、あーゴールした。あさあどうだ、青ゴール、あー赤が逆転するか。おーギリギリ黄色が頭でゴールした感じですね。コンマ 0. 何秒クラスで今の、ほら 0.5 秒ぐらいの差で黄色が勝ったんだ、さっきね。走り幅跳び、さあ走り幅跳びやつ、連打した後にタイミングでございます。さあ赤チームからスタート、赤団からスタート、とりあえず連打、これね押し続けてタイミングよくジャンプ、ちょっと前すぎたか、しかしパーフェクト。さあどうなる、あんまりいかないんですよな、手堅い初回。とりあえずは連打は非常に大事です。押しまくりましょう、もう最後の最後までとりあえず押しまくりましょう。そしてギリギリでジャンプ、あいい、飛べるか、あーグッド、でもお 3.36、 少しね前で行ったんでね、さっきよりね。さあ行きましょう、とりあえず連打が大事です。登坂の見せどころです、前回パーフェクト見てますから、これ思いっきり飛ぶ、あなんてや頭から倒れてったぞ。さあ今調子いいよ、気弾は調子いいから見せてくるんじゃないですか、ほら来た、くぅめっちゃ飛ぶ、あー 5m 近く来ましたね、 5m 行きたいですね。 4.81、 さあ2回目、これ大事ですよ、手堅く行くのかそうじゃないのかってことですね。なはははは、肩もさあでも 3.22 ありますから、青団がね、登坂がいい記録出さない限りは登坂が飛ぶですね。あちょっと前すぎたか、あでもパーフェクト、これでさっきよりはと、あ記録伸びましたね、なるほど見事更新。さあここ見せますよ登坂、前回もねギリギリのところで止まれましたから、いやいけると思いますよこれは。押せ、とりあえず押せ、きたー、ギリあれ超えてね、止め、よいしょ、うわー 4.81 は難しい、なかなか難しいですね 4.81 を超えるっていうのは。さあこっからめちゃくちゃボタンを押して、うわいいパーフェクト、あーグッド、ここパーフェクト欲しかったですね、それでも 4.55 だいぶいきましたね。今パーフェクトだったらどうなってたんだろう。おー黄色が強い、騎馬戦、さあ騎馬戦いきましょう、2段ずつになります、2機ずつかな、
さあまずはもちろん黄色を狙うべきでしょう。1位を、あ、ちょっと赤がすごい狙ってくる。ちょっと赤、赤なんで、なんで青狙ってきたの。とりあえず黄色、黄色追いかけて、黄色追いかけて、あ、黄色一人いなくなってる。あ、むずいむずい。緑狙っちゃう。ちょっと待って、黄色黄色。黄色いかない。あ、ちょっと待って、スタミナがない。スタミナがないよ。待って、被弾以外みんなスタミナないよ、これ。追いつけ。おー、緑が負けた。あ、ちょっと待って、赤のコンピューターが攻撃してくる。あ、負けた。終了。結果発表。待って、何もしてないんだけど。赤団が見事1位です。いいですね、3つとも残ってる、すごい。さあ、歯車レース来ました。これはバランスゲーです。インコースを取ると勝ちですよ。得意ですからね、これ。あ、早速黄色がぶつかってきたけど、あー、よし、落とした。いけ。さあ、青、緑、黄色。あ、あ、落としちゃった。黄色がこの間に抜くか。抜いた。抜いてないな。ギリギリでございます。さあ、風があるので、あ、黄色も落とした。さあ、4位が赤に変わりまして、黄色と緑が今2、3位を競ってる。青段、とりあえず土佐会。ここはね、得意なんですよ。あ、落としちゃった。あ、これチャンス。あー、抜かれなかった。危ない危ない。さあ、2周目が入りましたけれども。あ、緑が落とした。黄色がインコースで狙ってくる。あー、ぶつかられた。ふー、ぶつかってね、相手を落とす勇気も大事です。赤団がここで2位。しかし青団がインコースを取る。接戦も接戦ですね。ここが大事。ここをね、落とさないものがもう勝利に近い。あー、黄色が落とさない。黄色が抜けていく。あ、緑がぶつかる。さあ、ラスト1周とで黄色、青、赤、緑の順番。ここから波乱があるのか。おっと、まだまだ順位は変わらない。あ、順位変わった。赤が落とした。おっと、黄色が抜いたけど、緑も抜いた。怒涛の追い上げ。さあ、インコースやっぱ強いな。さあ、あとは青が、あ、緑落とした。青が落とさない。ゴール。そして黄色、赤が抜いて緑がドベになる。最後の最後落とすってめちゃくちゃ痛いんだな、これ。おー、ギリギリの差で青団が1位でした。やったぜ。さあ、ラストでございます。リレー、これはもうひたすら乗れんだね。位置について、用意、パッ、いた。さあ、ここで連打大事。あ、ちょっと赤団が遅れてる。さあ、それ以外は三位一体だ。さあ、ここでバトンの受け出しが大事。あ、パーフェクト、パーフェクト、パーフェクトでもう抜け出したね。青と黄色が、緑がちょっと遅れた。赤頑張れ。さあ、ここでどうなる。パーフェクト、パーフェクトだ。あー、黄色が青を抜いた。さあ、緑がちょっと遠いか。このバトンパスがやっぱ大事。早い。あー、完璧。青団が完璧なバトンパスでがっつり抜いた。いけるか。さあ、あとは赤緑の追い上げがあるのか。黄色青が先頭を狙って、さあ、最終操作、最終走者噛んでます。ラスト、順位は変わりそうにない。変わりそうにないぞ。だいぶ一定の間隔が空けて、青、黄色、緑、赤の順。さあ、最後まで最後まで。お、これ1分切れた。すごい、1、1分切れましたね。青、黄色、緑、赤というゴールでございました。さあ、記録も気になりますね。お、さあどうだ。1分切った。これはなかなかない記録ですね。100ポイントでございます。さあ、結果発表でございます。最終結果発表。さあ、結果発表。トサカは何位なのか。赤、緑、青、黄色ということで、黄色圧倒的な優勝。青ね、トサカね、前線しましたけど110点も下がって、ところどころね、ドベとか取ってたんで、そういうのなくせば1位になれたかもしれないですけど、こんな風にワイワイ楽しくみんなで遊べるゲームなんでね、ぜひ楽しんでみてください。